こんばんは。ラバー森プロジェクト隊長、ごっちゃんこと後藤誠庵です。今年最初の放送になりますので、まあ遅ればせながらですが、明けましておめでとうございますということになりますね。どうぞ今年もよろしくお願いします。今日もどうぞ最後までお付き合いください。さて1月ももうそろそろ終わりに近づいてきまして、2016年が始まって1ヶ月ってあっという間だなと思っておりますが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。結構ね、雪も大変ですし、まあ、青森だけじゃなくて、なんか今日本全国各地とか世界中が寒波になって、年明けからかなりね冷え込んでますけれどもね、2016年はどんな1年になるんでしょうか。皆さんは、どんな計画や目標、ね、そして、願望なんかをね、新年思いを新たにしたでしょうか。ラバー森学習会でも、まあ、1月はですね、6つに始まり、そして青森市と、そして弘前市と、3都市で私が、まあ、1年の始まりということで、戦略的な目標設定とプランニングワークショップということで学習会を早速やらせていただきました。まあ、やはりつながることで何かが動き出すラバー森プロジェクトの、まあ、根幹にあるのは、やはり自分たちがまず成長すると、そのために何か良質な情報を入手して学んでいくっていうことを、まあ、とても大切にしている活動なので、その本当の一番のベースになるラバー森学習会というのもですね、やはり今年も県内各地でなるべくたくさん行っていきたいと思っていますし、そこから、まあ、一緒にもっともっと自分の人生良くしていこうと、そして自分の縁ある人たちをもっともっと幸せにしていこうと、で結果青森をもっともっと盛り上げていこうというような輪が、まあ、さらに広がったらいいなと思っております。なので、まあ、初心に帰るではないですけれども、ラバー森プロジェクトが大事にしているこの学習会も、私自身も、まあ、大事にしていきたいと思いますし、またラバー森リーダーズたちもですね、結構今年は気合が入っていておりまして、皆さんそれぞれに、今年は自分は学習会を何回はやるぞとかですね、そんな目標を立ててくれている仲間もいますし、なので皆さんのお近くでも結構頻繁に学習会とか、そういうねラバー森のリアルな場に触れていただける機会がね増えたらいいなっていうふうに思っています。で、まあ、もう一つ、まあ、大きなトピックといいますか、まあ、昨年からお伝えしていますけれども、このラバー森プロジェクトが活動7年目を迎えて、で2015年の最初の1月2月ぐらいですよね、まあ、今こそ NPO 法人化してよりこう青森のために貢献していける活動に広げていきたいというようなことで、まあ、仲間から上がった声に、まあ、私もね共感して、そんな動きで準備をしてきた1年です。で、まあ、なかなか、まあ、そうは言ってもね、いろいろ手続き上とかで、ね、定款作ったり書類作ったりとかですね、まあ、行政とのやり取りがあったりとか、まあ予想以上に、まあ、結構大変で、まあ、でも大変なのは私ではなくて、まあ、その手続きとかいろいろやってくれているラバー森リーダーズの面々だったりするわけですけれども、でもいよいよまあ、今月中ですね、いよいよ本当に、申請に向けて動いて、まあ、春には正式な発表ができるのではないかという運びに今のところなっております。まあ、それがね、もともと NPO を立ち上げるというのは、まあ、そんな、ね、簡単なことではないなとは思ってはいたんですけれども、まあ、今回学んだのは、ラバー森プロジェクトがいかにこういろんなことを、まあ、おかげさまでやらせていただいたので、まあ、行政の目線あるいは NPO を立ち上げるという目線の中で考えると、こうとても何ですかね、フォーカスしづらいというような
こういう表現が正しいか分かりませんけれども、まあ子育て支援のようなこともやるし、で起業家育成支援みたいなことも、まあ、ドリプロ通してやってたりもしますし、でもそれだけじゃなくて、こう物心両面の豊かさでリーダーを育成するという、まあ、重要なね位置づけもありますし、なのでさまざまなあの事業をすでにまあ展開しているということもあって、で行政の方もですね、あのどれももうこれ一つで、あのその NPO 法人が設立できるぐらいの、まあ、趣旨を持って、しかもそれもどれも本気でやっているというようなことを、まあ、言ってくださっていたようで、なのでまあそれをこう本当にラブ青森プロジェクト全体像としてのまあ目的とか趣旨とか、いろいろな事業としてこう本当に一般の方にも分かりやすく説明できる文章にする、書面にするというのが、まあ、やはりことのほか時間がかかったという流れがありました。でもね、なんかこれ私含め、まあ、仲間もそう言ってましたけど、まあ、そこの部分に気づくまで、なんでこんなに時間かかるんだろうなって思った時もあるんですけど、でもある時は、あ、そうかって思ったんですね。ラブ青森プロジェクトを私が、まあ、仲間と3人で始めた当初もですね、まあ、なかなかこう何を目的としてるのかっていうのはこう理解されない部分って結構あったんですよね。でなぜかというと、例えばこう人というのは行動している部分、目に見えている部分って分かりやすいので、そこでこう判断しがちというか、まあ、そこを見ますよね。なので、まあ、それをなぜやっているのかっていうところは、それを分かりやすく言葉にしたり伝えたり、あるいは今で言ったら、まあ、ホームページであるとか、まあ、何かしらの形で言語化されているという必要があるわけで、で、まあ、最初はまあそんなツールとかいろんなものもなかったので、私がなぜこれを始めたのか、そしてなぜ今これをしているのか、なぜ学習会なのかとか、なぜいろいろなトレーナーを呼んで研修会をやってるのかとかですね、なぜドリプラをやるのかとか、何目指してるのかっていうようなことは、やはりしっかりと言葉にしていかないとわからないわけですよね。別にセミナー会社をやりたいとかいうわけでもないですし、なんかイベント屋さんをやろうとしているわけでもないわけで、まあ、それはこう全てが手段であって、ラブ青森プロジェクトが目指しているものは物心ともに豊かな青森県の実現に貢献するということであり、まあ、つながることで自らが自分の人生をどんどん良くしていけるような人たちをどんどん増やしていって、結果経済的にも、そして精神的にも豊かな地域で、この地域全体が誰に聞いても私はハッピーって言えるような、そんな地域が最も幸せな状態、つまり地域最高化のモデルに青森県が全国の中でなると、そういうモデル地域になるということをまあ目指しているわけで、まあ最初はこういう整理された言葉にも私も多分なってなかったのでね、ますます分かりにくい歴史がまあ過去にはあるわけですけれども、でもまあ今回いろいろとこう法人化するにあたってもですね、よりさらに公益性を高めて、本当にどんな人でも分かっていただけて、共感してもらえて、そして仲間になって一緒に活動したいとか、一緒にこう協力し合って一緒にやっていきたいとか、そういう団体の方とかね、行政の方とか、いろんな方々に理解してもらえるようになるための、まあ、良いチャンスをいただいたなというふうに、改めてですから私たちが、何を目的にしているのか、何を目指しているのか、そのために何をするのかっていうことを、まあ、しっかりと事業計画に落とし込むプロセスというのを、まあ、体験させていただいて、たくさん学ばせていただきました。まあ、まだまだいっぱいいっぱい学ばなきゃいけないことたくさんあるんですけれども、でもまあそんな風にですね、昨年1年間いろいろと準備もして、そしてまあ今整ってスタートを切って、まあ年度代わりの時には本当の意味で良いスタートが切れるのではないかなと思って迎えた新年でございます。まあ、そうなって法人化したとしてもしなかったとしてもですけれどもね、まあ粛々とやっていることは変わらず、やり続けるし、まあ、またでも新たにね、去年始まった理想の会社プロジェクトとかもありますけど、まあ、少しずつこう活動の幅とか新規プロジェクトなんかも、まあ、広げていこうというふうに思ってます。
一つ本当に今考えていることがあって、これどこまで公共の電波でお伝えしていいかはわからないんですけど、でも実はその子どもたち の教育をサポートするという、それを具体的にサポートする仕組みを今作ろうというふうに思ってます。でもちろんそれは学校の先生とか親御さんたちがねされてる部分であるんですけども、でも、そこを補うというか、さらにサポートできるような、子どもたちがもちろん学力の面もそうですし、心の教育だったりとか、生き方の面であるとか、そういうこともひっくるめて何かサポートできる仕組みというのを今考えています。でさらに、そこを、子どもたちの、教育に情熱を持ってくれている仲間たちとか、あるいは学生さんたちなんかにも声をかけて、これから作っていきたいなというふうに思っているのが、これがまた今年の新しい私にとっての、目標だったりします。また何か整い次第ですね、この番組でもお伝えしていきたいと思います。さて、新年最初の放送ということで、お話をまずさせていただきましたけれども、ここで一曲お聴きいただこうと思います。昨年のドリームプランプレゼンテーション青森の時にゲストで来てくれました望月翔太さん、モッチーですね。彼もいろいろとこうね、心に傷を負ったり、いろいろ辛い経験を乗り越えながら今立ち上がり、そして多くの方々に、勇気を与え、歌を歌い続けている、そんな、旅を続けながら音楽をプロデュースしたり自らが歌ったりとか、している、アーティストですけれども、モッチーのこの素敵な曲を聴いていただこうと思います。夢への架け橋。困難に立ち向かうこと、最近は減ってきたのかな。幼い頃には夢も言葉にできたのに、大切なのは自分自身をずっと信じ抜くこと。言い訳をせず叶えると誓って進む足を止めないこと。泥臭くていい、綺麗じゃなくていいんだ。必死な姿を笑うやつ笑わせておけばいい。下手くそだっていい、ボロ泣きしたっていいんだ。心に抱えたその傷が夢の架け橋となるから。時計の針の居場所はどこだい。時間は限られている。焦ることはないけど急ぐ必要はある。一人で見ていた小さな坂道、あの頃は大きく見えたけど、今隣には仲間がいる。だからもう大丈夫さ。あなたはあなたでいい、いやあなたはあなたがいい。きっとこの僕だって僕のままがいい。でも心に誓うんだ、叶えると誓うんだ。言い訳ばかりの人生をやめたくてここまで来たんだろう。飾らなくていい、ありのままでいいんだ。パズルのピースのようにゆっくりと集めていけばいい。強がらなくていい、弱虫だっていいんだ。
負けた勝つだけ強くなれ、全ては生きてる証だろう。泥臭くていい、綺麗じゃなくていいんだ。必死な姿を笑うやつ笑わせておけばいい。下手くそだっていい、ボロ泣きしたっていいんだ。心に抱えたその傷が夢への架け橋となるから。泥臭くていい、綺麗じゃなくていいんだ。必死な姿を笑うやつ笑わせておけばいい。下手くそだっていい、ボロ泣きしたっていいんだ。心に抱えたその傷が夢への架け橋となるから。ラバムリプロジェクト、まあ、ラバムリリーダーズという言葉をたびたび私からお話をしてるんですけれどもね、どんな人たちなのって思ってる方もいると思います。まあ、何人かね、以前にも番組に登場してもらってますけれども、まあ、ラバムリリーダーズとは、まあ、定義するならば、まあ、自ら、まあ、県内各地に在住している、ね、青森県民なわけですけども、まあ、自らが学び成長し、そして、自分の人生がすごく良くなって、それは例えばとても大切な身近な人との人間関係がものすごくこう改善されて良くなったとか、会社の業績が上がったとかですね、夢を見つけて、まあ、そこに向かって達成したとかですね、まあ、いろんな人たち、まあ、要は人生の質が向上したという人たちです。もちろんもうどんどん目指すところが大きくなって高くなっていますので、私も含めみんなこう発展途上にどんどん、だからもっと成長しなきゃって思っているわけですけれども、でもラブ青森リーダーズが、まあ、多くの方たちのこう、ね、見通しとなってくれて、どうやったらそんな風にうまく人生が楽しくなれるのとか、どうやったらもっと業績出せるのとか、どうやったらもっと家族仲良くなるのとか、職場の人間関係良くなるのとか、まあ、人の悩みって割とこういくつかに集約されるものがありますよね。でもその悩みがこう人で抱えてしまったりとか、こうずっとこう解決できないままずっとフラストレーションを抱えて何年もってなると、人は体とか心とか何かしらにこう支障をきたしてしまう、だからこれは特別なことではなくて、そんな時に何か良質な情報とか、良い仲間との出会いがあるとですね、人生ってまあ変わっていくなというふうに私も自分の経験を通して感じています。なのでラバムリリーダーズですね、ラバムリリーダーズも、まあ、そんな、まあ、周りの人たちの、まあ、見通しと今なっている存在です。で、年末のですね、ラバムリプロジェクトの、まあ、プレ理事会、 NPO のプレ理事会みたいな集まりをした時に、まあ、それぞれが、まあ、それぞれのタイミングでね、この7年のうちの、まあ、いずれかのタイミングで、まあ、出会ってつながってきてくれた人たちなので、まあ、その人たちが、まあ、ラバー森と出会って、自分がどんな変化をしてきたのかとか、どんな価値を感じてここに居続けてくれてるのかみたいなことを1分プレゼンテーションという形でですね、みんなで発表し合ったんですね。その様子を聞いていただこうかなと思います。まあ、そして私がなぜラブアムリプロジェクトをやってるのかっていうことも、まあ、みんなの前でお話ししています。まあ、それも含めて今日は後半聞いていただこうと思います。物心ともに豊かな状態を作り出す。で、これは短命権だったり自殺率がそもそもワースト3にずっと入っていて、今下がったけどね。で、自殺率が高かったりとか、まあ、所得がね、ワーストを争ってたりとか、まあ、そういう青森県でそれを達成できることができたら間違いなく全国のモデルになれると、それが青森でできたら、じゃあそれはどうやって達成できるかっていうふうに考えた時に、やっぱりそこにいる人たちが自ら立ち上がる、自らが学び成長し、そして自分の人生を良くしていく、自分と縁ある人たちの人生を良くしていくということの連鎖以外にないなと。多くの地域活性化に取り組む地域というのは、
まあ、なんか外側からコンサルタントを連れてきてとか、なんか有名な人と連れてきて、なんか地を借りてそこにお金を出してとか、あるいはここの資源をどうやって売るかとか、そういうところにフォーカスしていくことが多いですよね、多かったですよね。で、まあ、私は別にそんなことを別にそんなことを考えて人にフォーカスしたわけじゃなくて、私が単純に思って人しかないって思ったから始めただけなんだけど、ドリプラの世界大会に出させてもらってプレゼンを発表した時にすごくそこが評価されたんです。人にフォーカスをして地域活性化を実現しようとしているっていうのがすごく評価されたんです。まあ、カリアもすごいそういうふうに言ってくれたし、やっぱり多くは何か物をどうやって売るかとか、どうやって人を呼ぶかとか、それこそ今県もやってますけど、どうやって移住させるかみたいな、いわゆるそれって選択用の考え方が外的コントロールなんだよねそうじゃなくて内発的に自分たちが幸せになったら楽しいところには人は集まるだろうと思ってるわけです。だからすごく疲弊しちゃって、なんかこうどんよりしてる人たちのところにどんなにお金を使って人を呼ぼうとしたって無理だし、でも逆にここに住んでる人たちが超ハッピーで、雪が多いけどいや超ハッピーだしみたいな状態が作れたら、そんなところには行ってみたいし、そんなところに住んでみたいって思うはずなの。だからやっぱりインサイドアウトって考え方なんですよね、それも全て。なので、まあ、最終目標を定量化するとしたら、自殺をゼロにする、所得を倍にする、それを達成するまで私はやり続けるというふうに決めています。そのための手段がいろんな学びの場であったり、ドリプラであったり、まあ、その良質な情報として、まあ今私は選択理論が良質な情報だと思っているから伝えているに過ぎず、選択理論を広める活動はもちろん他の団体はその目的としてやってる、ね、それを掲げている団体もあるし、それも関わってはいるけれど、ラブ青森プロジェクトの目的は青森県に住んでる人が全員がいや私幸せですって言う、誰に聞いても言うみたいな状態を作り出すことなので、その手段方法は無数にあって、それが学習会、ドリプラであったり、いろんなセミナーであったり、まあ、語り場であったり、そういうチャンネルをいっぱい作るというところです。なので中間目標っていうと、明確にまだそこ中間目標、中長期って言うと、え、私どうだろうと思ってるんですけど、でも当面の目標はラバーモリリーダーズとちゃんとしっかりと誇りを持って名乗れる人が100人になることです。県内全域に100人散らばっていたら、まあ、その影響力は結構なものになって、結構な人の命が救えるんじゃないかなというふうに思っています。まずこのラブ青森に関わることで、まあ、他の組織の、要は長とか組織の、まあ、役員とかそういう形になることができました。で、例えばその以前の私であれば、そういった部分の組織っていうのは要は依頼されても逃げていくっていうのは堅苦しい、そして自分の役割を発揮しようと思うけどもできない、やりたくないっていうのでありました。それはやっぱり恐れっていうのもあるからです。ただこのラブ青森に関わることで、そういう恐れっていうのは仲間が排除してくれてる、安心安全な空間があるということを知って、そして自分の立ち位置っていうのが分かりました。で、その自分の立ち位置が分かることで、その他の組織に行ってもブレないで、自分の要は主張するところは主張する、しないところはしないっていうのが明確になりました。これがラブ青森に関わって私の価値であります。以上です。本気でこう青森が過ぎたとか元気にするとかと心底思えるようになったこと、それまでは自分が幸せになることが一番だったのに、なぜかしら周りのことが気になりだし、今では毎朝岩木さんを見ながらおはようございますという感じで、こう地域に密着しながら、こうここはいいとこだなという、まあ幸せだなという思いにさせられたというか、こうがらりとその意識変化が起きたことです。ラブ青森の価値は、いつも、そこになんかいてくれるところ、必要な時に、必要な情報と、仲間とそこにいてくれる、というのが価値だと思います。まずはたくさんの人と出会えて、で一緒に学ぶっていう場を経験できたことがすごく良かったです。とにかく、
日常の中でいろんな嫌なこととか落ち込むこととか困ったことがあっても窓辺の場に来るとこう、未来が開けるというかまた前向きに進んでいけるなって思って、でなんとなく学び続けてきてたのが周りとの関係がすごく良くなっていったりとかいい家庭を築けるようになったりとか、さらにこうそういう自分の姿を見てあいいなって思ってくれる人が出たりとか、そういうことがこう連鎖していくのがすごいなって思います。以上です。私とラブ青森ということで、やっぱりこう家族かなと思います。やっぱりこう一人一人がその幸せになって、で家族全体で幸せになってくれると青森県が、まあ、自然にこう県としてね、こうすごくなんかこうみんながハッピーで、で豊かな県になっていくんじゃないかなと思っています。ほらこんな感じで。であとはやっぱりこうね、物心ともに豊かになってもらうということで、やっぱりこうまあ、あの精神的な満足だけじゃなくて、あの、まあ、経済的に、ね、こう豊かになってもらえるように、まあ、みんなリーダーズもそうだし、まあ、会員の人たちもそうなんですけど、そういうふうになりたいと思ってみんな努力してる人たちばっかりなので、まあ、そういう環境にあの入れることがすごく幸せだなと思っているので、まあ、そういう仲間たちと一緒に、ね、あのこう成長し続けられるっていうのがラバー青森の価値だと思っていますので、いいかなと思います。ラブ青森プロジェクト、今夜の放送いかがでしたでしょうか。今日はリーダーズ、いろんな、ね、生の声も聞いていただきました。今年はこの番組でもどんどんもっとね、生の声登場させたいなと思っていますので、ぜひ楽しみにしていてください。そしてあのぜひね、あこんな風になりたいなとか、なんかもっと知りたいなとか、そんな風に思ってもらえたら、ぜひリアルなところにも足を運んでいただけたら嬉しく思います。ラブ青森プロジェクトホームページとかフェイスブックページなんか発信していますので、ラブ青森プロジェクトと引いていただきますと、インターネット、ね、スマホとかでも検索していただけると思いますので、よかったら興味がある方はぜひチェックしてみてください。番組はまた来月、この時間にお会いしたいと思います。今夜もお付き合いありがとうございました。お相手はラブ青森プロジェクト隊長ごっちゃんこと後藤誠庵でした。それではまた。